皆さんこんにちは、じゅんです。今回はですね、こちらドクターマーチンの新しい靴開封してね、ご紹介したいと思います。最近ね、もう革靴がとにかく大好きで、もうね、暇さえあれば革靴のことばっかり考えて、ようやくですね、欲しかったドクターマーチンのタングツ買いました。あのね、8ホールのブーツは持ってて、丈長めのブーツ持ってて、あのね、冬はすごい良かったんですよね。でも春になってきてちょっと暑いなと思ってタングツね、買いました。お店に行って、ドクターマーチンのお店に行ってね、最初その定番の3ホール買おうと思ってたんですけど、なんかね、履いてみたらこっちの方がいいなってなってこちらがドクターマーチンの箱ですね。かっこいい。ドクターマーチンの靴ほんと履きやすくてさ、これ書いてるよね、エアウェア。ソールがめちゃくちゃ歩きやすいソールになってるよね。ドクターマーチンのなんか公式サイトがこれかな、 www.drmarchin.com になってるわけですよね。これが商品の詳細なのかな。1461のブラック、なんて書いてんだこれは。ギリガイル、ギリかな。で、22695001、ヴィンテージスムース、スムースレザーなんだよね。ドクターマーチン割とスムースレザー多いよね。いやね、すごくいい靴なのよこれ。値段は税抜きで2万2000円ぐらいですかね。では早速開けてみましょうか、どんな靴なのか。いきましょう、オープン。ドドン。はい、かっこいいね。紙袋がもうかっこいいね。このプラスっていう、バツっていう、プラスかな、ドクターマーチンのこの独特のやつね。靴下とかもこういうロゴのやつあるよね、ドクターマーチンの紙袋。いかすー、いいね、いいねよいしょ。いやもうこれはシェアハピセントなーと思って、もう革靴新しいの買ってさ、もう一人で堪能しようとも思ったんだけど、やっぱりこれはシェアハピーしたいなということで、急遽動画を回し始めました。もうこれはね、すごく好き。紙袋を開けると、じゃじゃーん、こちらですわ。かっこいいね、いいね、この照りすごい、いいわ。スムースレザーでもないのかな。なんかね、店員さんの話だと、これ普通のその革じゃないんだよね。すごい特徴的な革でしてね。これどうも、なんて言うんだろうね、茶芯というんかな。こう履いていくうちに削れて、茶色いのが出てくるっていうね、そういう靴なんですわ。で、ソールも、普通のドクターマーチンのソールと微妙に違ってですね、裏側見てみると、茶色いんですよね。わかりますかね。だいたい何色って言うんだろう、あれ。こういう段ボール色っていうかさ、茶色が多いんだけど、こう明らか赤茶色ですよね、ソールがね。これお店で履いたやつかな。汚いかな、これ。わからん。ソール汚いかもしれないけど。で、これがいわゆる、空気のソールですよね。格子状になったりするけど、歩いててめちゃくちゃ楽なんだよな。しかもレッドウィングとかと比べて重さがそこまで重くない、軽いんだよね。で、履いていくうちにすごい味が出てくるのかな。これソールもそんな削れないみたいなんだよね。この間なんかコンクリート蹴ったりとかしたことあるけどさ、ドクターマーチンの靴でそんな削れない、すごくいいソールだわ。 The original、 ドクターマーチンのオリジナルのソールってことだよね。アップでちょっと見ていい？オイルファットアシッドペトロールアルカリレシスタント、レジスタントかな。ドクターマーチンエアークッションソール、エアークッションソールね。で、このプラスの文字、十字ってことキリストなの？どういう意味だろうね、このプラスの意味がよくわかんないけど、いやいいわ。で、この特徴的なのがまだあるんだけど、ここあの3ホールだったらもっとシンプルな感じになってると思うんだけど、ここね、アップで見るとこれですよ。かっこいいよね、これ。ここで縛るという感じですよね。かっこいい。3ホールも履いてみたんだけど、形で言うとこっちの方がなんか似合ってたんですよね、自分のやつに。
でね、この太さ、ドクターマーチンって言ったらこのつま先部分が割と太いんだけど、これはね、割と細めですよね。スクエアタイプっていうのかな、なんかね、細めの、普通の定番の水ホールに比べたら少し細めのタイプになってますわ。横から見るとこんな感じ。十分のこのかかとの高さ。これ身長盛れるやつやね。というよりもやっぱその歩きやすさがいいからさ、機能的な面で好きなんだけどね。デザインもすごくかっこいい。こういう風な感じになってんだな、生地が。うわぁ、いいなぁ。で、こう歩いていくうちに、この辺とかもうシワが出てきて、いい感じに仕上がるのかな。今、すごいツルツル。買ったばっかだし、この照りがすごいね。なんも今お手入れとかしてないんだけど。多分これ履く前に一旦、クリームとか塗った方がいいかもしれないね。店員さんも言ってたけど、一旦クリーム塗っといてくださーい、みたいな言ってて。で、こう綺麗にシワつけてきたよね。で、履いた時にさ、ここがすごい擦れたんだけど、なんかインソール入れたら大丈夫みたいなこと言ってた。かかとがちょっと浮きやすくなるかもしれないけど、インソール入れた方がいいみたいな。で、こうサイズが UK9 とかそんなんですね。僕、サイズ、足のサイズ20、7.5 とかなんですけど、UK の。これ9になるのかな？サイズ乗ってるかな？あ、乗ってるわ。これね。すごい見にくいんだね、これ。ブーツとかだったらもっとペロンって、このベロの部分出しやすいんだけど。じゃじゃん。UK のサイズが9だね。UK サイズ9。ちょっとこう、ゆとりがあるような、そんな感じで、そうは。ただインソール入れようと思ってるから、これぐらいのサイズでいいかな、みたいな。これでちょうどかな、とか、ね、インソール入れてちょうどかな、みたいな感じですわ。いいね。この黄色のステッチ。黄色っていうか、なんかドクターマーチンのこのステッチって、よく見ると、なんだろう、ちょっとオレンジがかってるような感じもするよね。からし色に近いというか、黄色オレンジみたいなカラー。今これカメラで、見た感じ黄色に見えるけど、実際もうちょっとこうオレンジっぽいような感じなんだよね。でも遠くから見たら綺麗な黄色っていう、そんな感じだよね。いいわ、すごくいい。多分この辺の靴入れる時のこの辺の革も履いていけば履いていくほど柔らかくなるんだろうな。いいね。で、このよく見るとここにもドクターマーチンって書かれてある。インソール入れたらもう見えなくなるけど、これドクターマーチンエアーウェア。革の硬さは今普通に硬いね、十分ね。なんかシール貼ってあるけど、もう一個の片方も出しておきましょう。よいしょ。いいわー、ドクターマーチンいいわー。もう革靴がとにかく最近は好き。きっかけは去年の秋にムーディージーンズっていうジーパン買ったんよね。そのジーパンは割とスキニー系なんだけど、そのジーパンに合う靴っていう風になったわけね。ジーパンからの革靴っていう感じ。すごい好きだわ。ほんと靴いいね。大学の時にも一時期ハマって、いつだろう、大学卒業したぐらいかな。なんかね、5大ブランドが自分の中であって、ドクターマーチン、レッドウィング、で、ダナーでしょ。あと、トリッカーズ。あと、なんだろう。まあ、その5つぐらいのブランドがとにかく自分の中で熱くてね。ほんとあれだよね、中に、こう、木みたいなやつ入れた方が。乾燥を防げたりするんかなと思うんだけどね。これね、春から履いていきたい。3月から履いていきたいなぁ。いいわぁ。かっこいいなぁ。上からの感じ。正面こんな感じね。なんかさ、コーディネートとかも、ちょっと、そのうちアップしたいなぁと思うんだけど、横から、見るとこんな感じね。下からのアングルも欲しいな、これ。いいなぁ。やっぱ黒以外の色もいいなぁと思ったんだけど、黒の定番の黒が合わせやすいかなと思って、やっぱ靴買っちゃったね。黒色の靴好きだな。後ろからこんな感じ。まあ重いっちゃ重いね。スニーカーと比べたら全然重いよね。でも革靴味が出てくるからね、経年変化。彼女に言わせると経年劣化だとか言うけど、経年変化がやっぱ、もう革靴の醍醐味だよな。いやー、ずっと眺めてられるわ。なんかその、靴磨きとか、ほんと、したことなくてさ、もう履きっぱなしなんだけど、いつも。そのうちした方がいいのかな。靴磨きね。いや、いいわ。もちろんやっぱ定番の3ホールだったら、こう、ぷっくりしてると思うんだけど、この形もすごくいいな。履いた感じがね、バチかっこよかったのよ。いいね。合わせやすそう。
はい、ということでね、今回はドクターマーチの新しい靴ご紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。めっちゃかっこいいよね。いろんな種類靴あるからな、マーチンは。本当にね、もう毎月買いたいぐらいなんだけどね。こちらのブーツもね、ちょっと可愛がって履いていこうかなと思いまーす。はい、ということで、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。